だって、ね、町の人たちはそういうカテゴリーをね、あの不良だとか半グレの部分に多分入れてるとは思うんですけれども、本質は多分社会派だっていうのは自分では若い時からずっと思ってたことです。それで言ってもあの多分説明はつかないので、これウクライナに行くことによって、まあ、語らずして分かってもらえれば分かりやすいのかなっていうのはありますね。から来てるということだけでウクライナの人たちの気持ちがね少しでも強くなれるんじゃないかなというのはあの街を歩いてると感じられます。よく来てくれたというような声をかけてもらえるので、あの何かのためになりたいということでこの国に来ていますから、まあ語弊があると困りますけど、そういう意味での充実という兼ね合いですね。